地のことを調べるには、モバツルミっていう方法もあるよ。モバツルミ？鶴区内の見どころや、贈り物に喜ばれる鶴見土産。で、子育て中の親子と地域が交流できる場、鶴見フラットルームなどなど、いつでもどこでも便利な携帯サイト、モバ鶴見があるんだ。へぇ、携帯からも鶴見のことがわかるんだ。今すぐモバ鶴見で検索開始。